田中将大、終わる。田中将大、安楽が下半身露出強要させている現場を見て笑っていた模様。さらにシーズン中のロッカールームでは逆立ちを強要された上で、下着をずらして下半身を露出させられたという。この現場を見ていた複数の選手は、あれはいじめです、とまで話した。また、その場に田中将大も居合わせていたという証言もあり、その状況を見て笑っていた、と話す選手もいた。まあくん、嘘だよな。まあ流れ玉くらってて草。ついでみたいに名前出されるまあさん草。田中まあ見損なった。田中は笑ってちゃあかんわな、中心選手がそれじゃあな。まあまあは加担してたわけじゃないからセーフやろ、相当印象悪いけどな。年長者としておかしいやろ。ダルビッシュやったら絶対笑ってすまさんよな、まあふんと差が出たな。安楽とかどうでもいいけど、まあが放置してたのが一番ダメージ食らいそうなのが草。楽天戻ってきてから散々やな。まあも後輩に嫌われてるんかな、慕われてたらこんな告げ口されないわ。黒幕は直接手を出さずに後ろから笑ってるもんだよ。ツイッターで田中の方がトレンドに上がってるのはさすがにかわいそう。則本から始まりむちゃくちゃになってんな楽天。この事件で一番損した人田中なの草生える。